ご機嫌いかがでしょうか。川銀360です。ですね、先週ですかね、先々週か、松本に、360度 VR ポタリングということで2本動画上げたんですけども、帰り道ですね、GoPro Fusion、自転車から落下しまして、がっつり片方のレンズ傷が入ってしまったということなんですね。360度カメラというのは表と裏に大きな魚眼レンズが2つ2玉くっついてますので、で前と後ろ撮って360度につなぎ合わせるわけなんですけれども、360度カメラに限らずですね、レンズが傷つくというのはもうちょっとカメラにとっては致命的なのは、当然ですよね。で、そうしますと、もうこの GoPro Fusion 360度カメラはお釈迦なのかと、そうするには忍びないということで、考えたのがですね、当然片方のレンズ生きているわけですから、普通のアクションカメラのように使えないだろうかということなんですね。GoPro Fusion の場合ですね、180度で撮る機能はありませんので、360度で傷ついたレンズも使いながら撮ってみて、自分の使いたい、前方の傷ついてないレンズの方の映像だけをうまいこと切り出して使うということを考えたわけですね。さはさりながら360度の映像を YouTube に上げるということを一つのテーマにしておりますので、現在ご覧いただいているこのリトルプラネットと呼ばれる映像はですね、早速新たに入手した新しい GoPro Fusion によって捉えたものになります。少し360度カメラで撮られた映像をどのように処理するのかということをおさらいしながら先に進めていきたいと思います。はい、こちらはですね、GoPro Fusion のフロントレンズ側で撮った映像になります。最初の原映像ですね、こういった形で遠鏡映像っていうんですかね、丸い中に前方側半点球プラスアルファのデータをこのように収納格納しているわけですね。で、通常現在販売されているコンシューマー向けの360度カメラというのはですね、大抵1枚のマイクロ SD かなんかを入れて、前と後ろのレンズのデータを一緒に格納するというのがほとんどで、この GoPro Fusion は極めて珍しいタイプ、前に片方のこういった遠距映像をマイクロ SD1 枚に収めて、リア側も同じように1枚に収めるという非常に面倒くさい仕様になってます。はい、でこちらがリア側になりますね。先ほどのフロント側の映像とリア側の映像、これを、スティッチングといって、合わせて球の内側に貼り付けるような360度映像が出来上がると。しかし実際の編集の流れはですね、こういう丸いままじゃ当然編集できませんので、エレクタングラー形式という平面に、2つを歪んだ形ですが継ぎ合わせた状態で編集することになります。先ほど申し上げたようにメーカーカメラによってデータの格納方式、当然それをですねスティッチングするアプリソフトウェアもですね異なりますので、基本的には互換性はないということになると思います。それではこれから GoPro Fusion 専用のスティッチングソフト Fusion Studio を使って若干操作をしてみます。はい、こちらはですね、GoPro Fusion のフロントレンズ側のファイル、リアレンズ側のファイルを Fusion Studio に読み込んだ状態になります。現状ですね、このような前と後ろのレンズがつながった状態、スティッチングというんですけども、されたように見えますが、この状態はまだですね、仮の状態です。で、これをですね、本当にアップロードできるような きちんとした形 の大きなデータのファイルにするときはですね、これをレンダリングということで、こちらでですねいろいろ編集をした後に
レンダリングという作業を行うんですがね、とりあえずこの状態で、360度の映像の場合は、いろんなこう調整ができますけれども、そういったことをですね、やることになります。ただ今回はこの360度映像から2次元の映像を切り出すという GoPro のいうところのオーバーキャプチャーという作業をしますので、その場合にはですね、この2つにフロントとレンズのファイルが継ぎ合わされた状態で、このオーバーキャプチャー、フュージョンスタジオのこのオーバーキャプチャーというこちら側に映します。そうするとこういう状態になるんですね。これがですね、あのデフォルトの状態、要ピッチロール、要というのはですね、これですね、要するに方向ですね。ピッチというのはですね、上下ですね。ロールというのはですね、回転です。はい。で、問題はですね、この場合、切り出すわけですから、自分の好きな方向で切り出しができるんですが、問題はこの手ブレ補正と完全安定化という、この安定化というメニューになりまして、この安定化の場合ですね、完全安定化にしてしまいますと、スタートボタンを押した録画開始の状態の方向をずっと維持する、つまりこの状態でスタートをするということになりますと、もうひっくり返しても何をしてもこっちの方向を向き続けるということになります。で、アクションカメラ的に二次元映像を切り出すという場合にはですね、そうすると非常に具合が悪いので、この手ブレ補正という方にしますと、フロントレンズはずっとそのレンズが向いている向きに追従して映像が動く形になります。私これ GoPro Fusion の下に3メートルの伸縮性の自撮り棒をですね、つけて今伸ばそうとしているところですね。ですのでフロントレンズは常にこういう状態になります。普通のカメラってこういうもんですよね。当然レンズが前を向いている方を向くわけです。一方ですね、これをじゃあ先ほど言ったちょっとわけのわかんない説明をしたこの完全安定化、この完全安定化にして動かすとどうなるかということです。おかしいですよね。先ほどはカメラが激しく動かされることによって下を向いたり上を向いたりしたと思うんですが、完全安定化の場合360度の全てのデータを持ってしまっていますので、常に一定方向を向こうとします。この伸ばした状態で私歩き始めてるんですけども、それでも同じ方向を向きます。で、これを手ブレ補正にするとこういう状態になると、そういうことですね。で、切り出すこのオーバーキャプチャーのメニューで、じゃあこの手ブレ補正にしますよという方を選択して、この FOV、 これがですね、画角の調整になります。で、現状デフォルトで GoPro 広角120度という画角になってます。これをですね、これマウスのローラーですけども、マウスのローラーをですね、ポコンポコンポコンと、これが今150度になります。真下を向けますとですね、例えばこのラインとこのラインが、この白い車のラインが、ほぼ同じ同一線上だとしますとね、150度というと、下斜め45度ぐらいを見下ろす形にすると、これくらいもう曲がるわけですね。はい。で、これをまた
120度、120度でもまだ相当曲がってますよね。でこれが視野が90度、90度というと、まあ、こういう感じになるわけですよ。はい、つまりこの画角を調整するということはですね、非常にこう何と言いますかね、映像表現にとっては大きいということが、まあ、お分かりいただけると思います。で一つですね、まあ、映像をお見せするリトルプラネットなどというものがですね、まあ、できるんですが、まあ、ここに今リトルプラネットメニューがあってポコンと押すとすぐできちゃうんですけども、これをですね自分で作るのも簡単でして、どうやるかという話ですが、これはですね FOV をビューン、画角をもう思い切って、これ320度ですね。そしてここにまあ私がいるわけですけども、長い自撮り棒の先に、GoPro Fusion 360度カメラを、つけているわけですが、その根元を私が支えている。で真上から見下ろせばもうリトルプラネットになってしまうわけですね。逆にこれをピッチをですね見下ろすのではなく、空高く見上げるような形にすると、今度は空がまるで穴のようになってしまいます。まあ、かようにですね、360度カメラというのは全天球の映像データを持っておりますので、好きな場所を好きなように好きな角度で、好きな、まあ、画角ですね、視野角で、映像を切り出すことができるということになります。これが今140度の状態ですね。まあ、こういったことでこれから同じ映像データを使いまして、画角を変えるとですね、どのように視覚に変化が現れるのかということを、まあ、見ていきたいと思います。こちらが GoPro で、まあ、広角と呼ばれる120度の視野角画角の映像になります。フュージョンの場合現データは360度で 5.2K になります。なので120度ということは360度の3分の1ですから、およそ1700ドットということで、フル HD の1920にも足りないということで、精細感に乏しい印象を受けます。続きまして FOV、視野角155度ということになります。まあよくねアクションカメラで視野角155度ありますよなんていうのは歌い文句でありますけれども、155度と言いますとですね、もう両脇の柱がこう壁がひん曲がって、まあ樽型歪曲っていうんですけれども、このような歪み方をするということなので、まあ実際ほとんどのアクションカメラはそんなに画角が広くないことが分かりますよね。計算上は X 軸方向2200ドット超えますので、相当精細感は出ます。次に FOV180 です。カメラの左右から前面が全部1枚のこの平面に収まってる計算になりますよね。まあこうなりますとですね、もうちょっと特殊映像のような形になります。で、当然360度の半分ですのでね、 5.2K ですと 2.6K ぐらいの情報が1枚の平面の
X 方向には詰まっているということで、制裁感は相当なものになります。最後になりますが、極端な例としてこれ220度になります。もう真横よりまだ後ろの方までの映像を平面に収めているというものになりますよね。まあちょっとね、こういった映像というのはほとんど使い道がないんじゃないかというふうに思われる印象が強いかというふうに思います。この路地の映像は落っことしたフュージョンで撮りましたので、まあ傷が映り込まないと回り込まないということが分かっただけで、まあ成果でしたね。とこれまで見てくると、もう180以上の FOV、視野角のものなんて映像としてはまあほとんど使い道がないんじゃないのというふうに思われたと思うんですがね、この自転車の映像どうでしょう。これですね、 FOV200 なんですよ。結構面白くないですか。200というと180度より大きいので、もうちょっとカメラの後ろ側までもう撮っちゃってるような形になるんですが、これぐらい広がりがある感じですと、なんて言うんだろう、例えば自転車などもですね、自分の背中、ヘルメットなんかも随分小さく見えまして、かなりこう、なんて言うんだろう、スピード感もあるし、世界の広がりを感じることができ、これは非常に面白いなというふうに思ってるんですよね。なので、これまではあまりやってきませんでしたが、このオーバーキャプチャー2次元切り出し、平面動画ですね、これでこういった視野角の効果を得るような映像をこれからも考えていきたいと思ってます。どうもご視聴ありがとうございました。